こたびはつまどをたたきている。みな人々静まり寝にけり。この掃除口にマロは寝たらん。風吹き通せとて畳み広げて伏す。ごたち東のひさしに糸あまた寝たるべし。と話しつるわらわもそなたに入りて伏しぬれば。とばかり空寝して火赤き方に要望を広げて影ほのかなるに矢浦入れ立てまつる。いかにぞおこがましきこともこすとおぼすに糸つつましけれど導くままにもやの貴重の片びら引き上げて糸やおら入りたもうとすれど皆静まれる世の本座の気配やわらかなるしも糸をしかりける。で今度はつまりさっきは小気味が格子をやかましく音を立てて叩いたわけですね。そして人の注意をそっちの方へ引きつけたわけですが、今度は妻戸を叩いて、つまり人に入るよという合図をして、そして入ったという、中へ入った。つまり内側の人が矢を入れたて祭るというふうに後に言ってますが、つまどを伝えて合図があったので内側から開けてくれて、そして入ることができたわけですね。みな人々寝静まり寝にけり。まあこれは人々、みな人々と言ってますけれども、うつせみやなんかについている、あるいは軒場の扇なんかについている女房たちを主として言ってるわけですね。人々はみな静まって、寝てしまった。この掃除口にマロは寝たらん。風吹き通せ。この掃除口のところに、この入り口のところの掃除のそばにマロは、自分は、俺は寝よう。だから風がよく通るようにしなさい、しておきなさいと言って畳み広げて伏す。畳ってのは折りたためるから畳なんですね。今の畳とはだいぶ感じが違います。だから板間に敷いてある上敷きの類ですね、必要によって折りたためるようになっている。その上敷きをそこに広げて、そしてその上に寝た。で、女房たちは東久し
の間に大勢で寝ているのだろう。さっき小気味のために妻戸を開けた目わらをもそっちの方に行って寝てしまったので、小気味はしばらく寝たふりをして、やがて日の明るい方に屏風を広げて、光の薄暗くなっている方に源氏の君をそっとお入れ申す。どうなることだろう。源氏の君は何としても不安なんですよね、こういう場面。一体どうなることだろうか。おこがましきこともこそっとおぼすみ、こんなことをしていて愚かなことが起こるのではないかしら、愚かな失敗をするのではないかしらとお思いになるにつけて、大層心がかりだけれども、気持ちが進まないけれども、導くままにもやの貴重の片びら引き上げて糸やおら入りたもうとすれど、小気味が導いていくままにもやの貴重の片びらを引き上げて、貴重に垂らしてあるその布を引き上げて、大層おもむろにそっとお入りになろうとするけれど、皆が寝静まっているその夜の温存の気配、みんながシーンとして寝静まっているわけですから、そのお召し物の動きにつれてどうしても起こる絹ずれの気配が、柔らかだからしてかえってはっきりと聞こえるのだった。いかにも、みな寝静まれる世の温存の気配、柔らかなるしも糸知るかりけり、夏のお召し物のことですから、着ているものが柔らかなんだけれども、それだけに絹ずれの気配がはっきりと感じられる。